当に非常に、楽しみにしてますし、ワクワクドキドキ、胸がムネムネということで、そういうフレーズでいきたいと思います。はい、はい、まあ、本当に非常に強いチームなので、勝率もVリーグで最多勝率ということで、まあ、本当にもう結果としても強豪と言われるチームなので、僕たちは本当にチャレンジャーという気持ちで、臨みたいですし、逆に僕たちは8位で、CS に出てる身なので、失うものは何もないというか、プレッシャーも感じることなく、自分たちのバスケットに集中してできたら、チャンスは大きくなると思うので、そこに自分たちに、フォーカスできたら、あとは対策としては、まあ、チームとして、対策は立てているので、それをやっぱり40分どれだけ遂行できるかというところと、まあ、本当に相手は個のレベルがB リーグでもトップクラスなので、まあ、そこを本当に全員でカバーし合って守っていかないとなとは思っています。もちろん緊張感も違いますし、会場の雰囲気も、盛り上がりも、まあ、レギュラーシーズンよりもう1段階ぐらいは、上がっているので、まあ、逆に僕たちはアウェーですけど、まあ、そういう雰囲気も、楽しみながら、まあ、ヒール役として、アウェーで、暴れることができたらなと。やっぱり、まあ、メンタルの部分ですね。やっぱりメンタルで、やっぱりいくら強い相手だからって言って劣ってはいけないですし、まあ、さっきも言いましたけど、僕たちはやっぱりその8位通過ということで、まあ、本当に失うものもないですし、プレッシャーも感じる必要はないと思うので、まあ、そこは本当に出だしの1秒スタートからですね、全力で立ち向かっていきたいですし、まあ、そういうところがまあ、集中力につながったりだったり、まあ、ルーズボールだったりリバウンドだったり、そういうところの一瞬一瞬のところでつながってくると思うので、まあ、そこは全集中で立ち向かっていきたいなと思います。そうですね、まあ、今日の練習後なんかはカエルヘッドコーチが、言いたいことを言ってくれてたので言わなかったんですけど、まあ、でも本当に機会がそういうタイミングが来たら、まあ、そういう自分が思っていることも伝えたいですし、またゲーム前とかでも、まあ、雰囲気を見てですけど、まあ、ほとんどはけど帰るヘッドコーチが結構言ってくれるのであれなんですけど、まあ、かぶってないことがあれば試合前でも言いたいですし、ハーフタイムでも言いたいですし、またゲーム中もコート上でもその時その時でチームを一つにベクトルを一つにできることがあれば言っていきたいなと思うので、それがやっぱり今年まあ、初めてのキャプテンとしてシーズン通してやってきた自分の学びでもあると思うので、それがシーズン当初はやっぱりなかなか難しくて自分の未熟さもありなかなかできなかったんですけど、本当にこういう CS でチームの集大成と言いましたけど、自分としてもその1年間キャプテンをやってきて、まあ、その経験を生かしてこの CS でそういった経験を生かしたことを言えたらなと思います。今シーズンは、まあ、59試合、シーズン当初に掲げた目標である、チャンピオンシップ優勝に向かって、59試合突き進んできましたので、まあ、その間やっぱりうまくいかない時も、うまくいってる時もありましたし、まあ、課題がまだ全てクリアできたかというとそうではないんですけど、本当にこのシーズン戦ってきた集大成として、まあ、チャンピオンシップでそういうところを全力で表現できたらと思いますし、まあ、もう一回チームとして一つになって、優勝候補の一角である千葉ジェッツに向かって、立ち向かっていきたいなと思います。目指すところは優勝です。